ランチパックは山崎製パンが販売している菓子パン、惣菜パンのシリーズ商品である。具材を柔らかい食パンで挟み、4ペンを圧着して外側の耳を切り落とした特徴的な形状のサンドイッチで潰れ防止のために包装内部を脱酸素機体で満たして販売している。具材の液分が浸透して食感を損なわぬように、きめが細かい専用のパンを用いている。 コンビニエンスストアやスーパーマーケットを主たる販路として、手頃な価格と容量で、購買層が広く、学生の朝食や間食、社会人の手軽な昼食として人気が高い。ランチパック。2012年時点において、1984年の発売以降途絶えることなく、シリーズ中で不動の売り上げ第1位を誇る。従前は、山崎製パンで、 菓子パン商品と位置づけられていたが、2006年以降は、専用食パンの品質改善、会社員を対象とした、テレビコマーシャルの導入、パッケージデザインの変更などの販売強化戦略に取り組み、売り上げを拡大させた。2015年12月期の山崎製パンの菓子パン、売り上げ3517億円のうちランチパックシリーズは、 1> 約1割強の379億円で山崎製パンの主力商品の一つである。池袋と秋葉原のランチパック専門アンテナショップはトーストのサービスを行っている。ランチパックとほぼ同一形態の商品は他社商品にも存在し、富士パンからスナックサンド、木村屋からふんわりサンド、神戸屋から楽府はパックとして発売されている。販売開始は ランチパックが1984年だが、スナックサンドは1975年でランチパックに先行して販売されていた。山崎製パンは青森県で駆動パンと秋田県で竹屋製パンとそれぞれ業務提携し、食パン及び機械はランチパックと同一であるが、具材はこれらの提携会社が自社開発したものを用いたフレッシュランチという同一形態の ローカルブランド商品が1985年から販売されている。2010年春以降は、青森県内や秋田県内でも、山崎ランチパックのライセンス製造品が順次増加し、フレッシュランチは、最終的に一部の期間限定商品に整理され、秋田県内では2018年末までに、山崎ランチパックに統合される理由でそのまま、製造終了、ブランド終了となった。ただし、 青森県内では2019年現在でもフレッシュランチを継続製造・販売している。チョイパクラスク製造時に切断した食パンの耳は大半が家畜の飼料に一部はチョコの山やチョイパクラスクの材料にそれぞれ使用され、チョイパクラスクは第9回エコプロダクツ大賞でエコプロダクツ部門環境大臣賞を受賞した。に耳がついたままの商品もあるが、 山崎製パンはあくまで不良品として扱っている。東京池袋のランチパック専門店2017年1月現在、52種類の商品が販売され、全国販売は28種類、地域限定販売は24種類である。2012年時点で年間100種類の商品が新発売されるが、新商品を発売する場合は、その分既存商品を収売するため、 全国で常時販売されているものは40種類から50種類に維持されている。1984年の発売当初から販売された商品の種類数は2016年時点の累計で1000種類を超える。発売当初はピーナツ、小倉、ヨーグルト、青リンゴの4種類のみの販売であった。2016年に復刻版が販売されている。 全国各地の自治体や生産者団体等とのコラボレーションにより企画、開発された名産品仕様のご当地ランチパックが販売されており、2018年3月時点で23種類ある。2015年に6種類のご当地ランチパックを全国で同時発売し、人気投票するキャンペーンが行われた。また他の企業や大学等とのタイアップにより、 開発された商品も多数存在。主な商品は以下の通りで期間限定商品も含まれている。ランチパックのイメージキャラクター。右がランチちゃん、左がパックくん。ランチパックは発売当初からイメージキャラクターが設定されている。女の子がランチちゃん、男の子がパックくんと名付けられている。ランチちゃんは可愛い表情がチャームポイントであり、 パックくんは力持ちでランチちゃんをサポートするたくましさや優しさを持っているとされている。2015年現在のパッケージでは内容の食材ごとに衣装やシチュエーションを変えたイラストが描かれている。CM キャラクターランチパックのテレビコマーシャルの主演俳優、女優は以下の通りである。CM ソングランチパックのテレビコマーシャルに使用されていた曲は以下の通りである。 ありがとうございます。